った。やはった。やはった。皆さん今日はあの1時間これでやると思います。りょうたやめてお願い本当に。りょうた。りょうた近いってコメント来てるから。こんばんは。こんばんは。りょうた。りょうた。りょうた近い。りょうた。りょうたやめてりょうた。追加最高だぜ。りょうた中地も見てるよ。あ、なんかちょっと中地が見てないちょっと。うんひどいわ。はい、あと一人 CM です。はい、はい、お願いします。10秒前。あ、FEC チューンド 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 FEC チューンド。はい、どうもデコ帰りです。僕リョットです。デコボコトラベリングです。お願いします。お願いします。はい、デコボコトラ、うん、ですね、はい、はい、もう早速漫才やらないで始めようとしちゃいました。危ないですよ。はい、今日の漫才のテーマが、はい、勝負ということで漫才していこうと思います。あのね、はいはい、勝負って言ったら、はいはいはい、やっぱ男にはもう勝負があるよ絶対に。あ、負けられない時がねありますね。確かにそれはね、うん、やっぱりあの結婚したりして、うん、まあ、付き合ってもそうだけど、うん、浮気した時どうやって対処するかだよね。あー、浮気がバレそうになった時とか。口が上手い人はなんか勝負で勝って、はいはい、また奥さんとねより戻して、またね、まあまあ、確かにね、あのね、僕たちの身近にいるあのホニャララさんとかね。そうホニャララさんもし、ね、もでも他にもねいっぱいいますけど、はい、けどもじゃあ両党のそういう危機回避能力、うん、俺見たいから、そうそうそう、うん、俺ちょっと今日、うん、彼女役やるから、うん、両党じゃあちょっと浮気対処してみて。浮気してるね、浮気してるね、ちょっと最近あれ有名な、なんだったあれ、うん、誰誰、松井じゃない、まあいいや、火曜サスペンスのあの人みたいな感じですよ。やめてやめてるよと、そういう自信やったらぶっ込んでもない、うん、あ、大丈夫、うん、今日はやめといて。OK、はい、じゃあやりましょう、うん、じゃあ彼女役やるから、りょうと対処してね、お願いします。ねえ、りょうと、どうした、最近浮気してない。してないよ。あれ、してない、うん、してない。そうなんだ、あのね、最近、うんうん、リョットがつけてきた洋服にお、とっても長い髪の毛がついてたんだけど、あれ、誰の髪の毛。なるほどね。私、ショートヘアだよね。ちょっと、あの、カイコに言わないといけないことがあるんだ。カイコって言わないで。カイコに言わない。カイコって名前にしないで。やめてやめて。虫みたいになってる。実はさ、続けるんだ。うん、俺、あの、ママやってんだ。ママやってる。あの小座の方でお前、あの仕事が終わった時に次の仕事でお前女装してママやってんだ。女装してオカマバーやってるの。オカマバーやってる。オカマバーやってるんだ。そうそうそう。え、あれ、え、だって会社員や。違うんだよお前。お金がないんだ。しょうがないだろ、息子が5人いるんだからさ。うん、そうか。うん。ビッグダディみたいな感じだもんね。ビッグダディみたいになってやりすぎたんだよ本当に。ごめんね、私ずっと家事しかしてない。お前ベンツも買うからさ。ね、何もやってないよ、ベンツ買うからさ。お金があると思ってたの。ごめんね。本当に。ないんだよこれは。ごめんね、疑っちゃって。しゃあないよ。しゃあない。でも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 。何ね。まだあるんだけど。何よ本当に。最近あなたがつけてた、うん、スーツに。うん、なんか女の人の口紅みたいな跡が残ってたんだけど、それはさ、あの、うん、自分でやったんだよ。自分でやった、自分でやったんだ。自分でやったってどういうこと。しょうがないだろお前。何がしょうがないのよ。身長小さいからモテないんだお前。どこの場合行っても来ないんだよ人が。そうなんだ。自分で自分でつけてモテてる風なしてかったの。いっぱいやられたよみたいな感じ、うん、いいとこ見せたかった息子に。そういうことだ。息子にいいところに見せたかったんだお前。それ息子に対して教育上悪いと思うけど、いいことなんだ。いや、いいことなんだよ。そうなんだ、うん、なんかなんかごめんね。カイコ、お前に言わないといけないことが、息子は5人いるって言ったけど、うん、本当は野球チームを作りたかったんだ。できなかったから、その次の息子たちにそれを引っ張って野球とラグビーまでの子供を作ってほしいから、うん、そうやってやってんだ、カイコ。分かったか、うん、全然わからないわ。あー、ごめんよ。とりあえずそんなことよりも、うん、あともう一つ、もう最後に、なんだなんだ、これ決定的な証拠だと思うんだけど、
最近私の友達が女の人と2人でホテルに入るの見たって言ってたんだけど、それどういうこと？解雇。これはね、違うんだ。何が違うのよ。あの、最近少子高齢化だろ。この少子高齢化を変えるために僕が頑張ったんだ。お前浮気してるやっしょ。違うよお前、 4K のお前ソニーのカメラで息子たちがどうやって子供を生まれるのか分かった。じゃあ お父さんが見せてやるって言って、うん、あの撮ってきたんだ、うん、お前教育的に悪いよそれ。ハメ撮りだ、ハメ撮り。やめろやめろ、ハメ撮りっていうな。ダメか、やめろ本当に。ごめんよカイコ。ロなんね、いろいろね今対処の仕方見てきたけど、うん、もう全然できなさそうだから、うん、これから浮気しないで。そうだね、っていうかできないわ。どうもありがとうございました。デコボコトラベリングのビッグスモール。さあ始まりました、はい、デコボコトラベリングのビッグスモール、僕らデコボコトラベリングの帰りとちょっとでお送りいたします。はい、お願いいたします。はいはいはい、はい、またじゃあ行きましょうか。いつものやつ行きましょう。はい、アルバイトの方、お仕事の方、小学校の方、中学校の方、高校の方、大学の方、勉強やってる方、お疲れ様です。お仕事やってる方ね、はい、今日も1時間生放送でお送りするので、ぜひぜひ聞いてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでやってまいりましたよ。やってまいりましたね。早いですよ、またね、ね、1週間経つのがね、本当に早いね、はい、まあその分充実してるということでね。そうですね。はい、まあ日々の疲れをここで癒していってもらえればいいかなと思います。ここ、ね、ゆるく喋りますので、はい、よろしければ最後までお聞きください。やっていくね。はい、はい、夜はくもじで喋ってます。聞いてる方だから、ね、ください、ね、毎度毎度それ言うのやめよう。やめようか。うん、敵対してると思われるからさ、うん、みんなしてるよしてるよっていうの、ね、みんな仲良くがモットーだから、ね、デコボコはね、うん、みんな仲良くね。はい、はい、あのじゃ あの隣ではそのくもじでの流して、隣ではそうです、ね、僕たち疑問を流して、そうしたらいいんだよ。そしたら平和で丸く収まるから、うん、そしたら僕とモーリーさんとヒープーさんとあの、うん、みんなで、ね、あのやってることになるからね。え、もう実名まで出しちゃったよ、誰が喋ってるか。みんなで喋ってること、はい、っていうことになりますから。はい、うん、よろしくお願いします。はいはいはい、でさでさっていうね、はい、どうですかこの1週間は、どうでした？リョトが、はいはいはい、ちょっとびっくりしたことがあって、バイト、バイトがあってですね、お肉屋さんで働いてるんですけど、うん、はいはいはい、僕たちお肉を売ってる他にですね、はあはあ、お菓子やアイスも売ってるんですよ。あ、お菓子やアイスもね、まあなんかよくサブでありますよね、うん、いろんなお店。そうそうそう、うん、で僕たちバイト先の高校生の弟が小学校1年生ぐらいなんですね、はいはい、そうなんだ。でしょっちゅうお菓子買いに来るわけ。はいはいはい。でこの男の子がさ、2週間前ぐらいからずっと風邪をひいて熱出てるわけ、うん。あー、はい、まあまあ今ねインフルエンザもちょくちょく出てきてたりしますから ね、 そうそうね。だからあの学校休んでもうお腹空いてちょっとアイス買いに来たって一人で来るんだけど、もうお家近いから、うん、でもなんかこの子ずっと元気なかったわけ。そうなんだ。でその日また来てた時にいっぱいその日は並んでて、お客さんがね、はいはいはい、その子も一緒に並んでたわけ、うん、そしたら隣のおばちゃんもいて、うん、おばちゃんもわからんよ誰か、うん、知らないおばちゃんがね。でアイス落としよったわけこの男の子が、はいはいはい、でおばちゃんが拾ってどうぞって渡してありがとうって言って目見た瞬間おばちゃんが焦ってから、うん、はい、この子魂抜けてるやつさって言って、うそ、うん、俺たちも知ってるからこの子ずっと熱出てんの。ああはいはい、そうなんですよ、最近ずっとなんですよ、はい、魂抜けてるよ、もうこれあれ今マブイグミしようねって言って、ね、うん、立ち会い人になって、うん、マブイグミして、そうなんだ、急にもうやらないといけないってことか。そうで目でわかるらしい、この人がこう魂抜けてるのとか人の目を見たら分かるらしい。ああ、まあそういうなんかの持ってる人は大体ね、そうそう分かるってことか。でね、サンで一生懸命叩いてから治りよったわけよ。はいはいはい、そうなんだ。そうそう、その人はやっぱりユダとかは言わないで、あ、もうすぐ立ち去ってきよった。ああそうなんだ、かっこいい人。あ、でもね、なんかユダじゃなくてもそういうの分かる人っているらしいから ね、うん、ね、一応ママさんにも聞いたよ、リョト、ね、うん、ああそうなんだ。スイッチママさんっていう僕たちの先輩芸人が言ったら、子供は落としやすいってマブイ。ああだかららしいね、うん、子供結構すぐ落とすらしいから。そうそうそう、なんかだからね、なんかびっくりしただけでも落としちゃうってあるさ。そう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 、だから親って基本だからびっくりした時
とか、まあ、沖縄はなんかこの、まあ、よくやったりするんだけど、そうだね、マブヤマブヤ打ってくマブヤみたいな言い方でね、そうそう、でパンってやってね、ポンポンってやったらなんかマブイが戻ってくるみたいな、そうママさんがそういうのを話してて、うん、で あと目で分かるのはこの人いつ亡くなるなって1週間前とかね分かるらしい、そうなんだ、うん、そういうもうなんか能力持ってる人は、そうそうそう、ママさんもこの話は分からんけど見た時にあこの人もあれだなって長くないなみたいな、そう、その人のこの見たこの男の人の あのお母さんがもうそろそろだよねって言ってたらしくて、うん、そうなんだ、だから目で分かるらしい沖縄の人も、そうでもなんか、ね、そう俺のなんかこの元担任の先生の話なんだけど、うん、なんかちょっと風邪っていうかなんかちょっと病気をこじらしてしまって、はいはいはい、なんか入院してたらしいんだけど、うん、なんかある時まあなんかユタを呼んだらしくて、ユタを、ね、なんかその家族は毎月だったかな毎年だったかなんか一回ユタに見てもらうらしい、うん、家族、あ、そうなんだ、よくあるじゃんそういう家庭、うん、でその家庭だったらしくて、でそしていろいろなんか見てもらってたらしいんだけど、はいはいはい、でその子見た時に、うん、そのそうユタがもうなんかお金めっちゃなんか何十万ぐらい出して、うん、あんたこれでも明日まで遊んできなさいって、自分がやりたいことを今のうちもう思いつく限りこの時間内で全部やってきなさいってお金だけ渡して帰っていったって、うん、でそしたらその次の日ぐらいに、うん、まあ、その子亡くなったらしい、やっぱ分かるんだね、そうだからなんかやっぱりちゃんとなんか分かる人には分かるらしい、うん、そういうのはなんかみんな言うよね、うん、でもやっぱだからそういう能力持ってる人たち、うん、結構だから迷うらしい、そのことを その場で言うか言わないかっていうのはやっぱ、うん、結構迷うらしい、だからちょっと優しくしたりとかね、うん、そう、うん、ね、やっぱだってその人の人生だから、そうだよ、うん、だって自分がねこの、うん、やっぱりこの干渉するというかなんかこの、うん、なんて言えばどうにかするとかっていうの難しいからね、そうそうそう難しいよ本当に、うん、ね、あ本当にそうですよ、あ中田猫さんが、はい、ついてる例が外国人だとユタも対処できないらしいです、英語だから何言ってるかわからんって確かにね、そうなんだ、外人にもつくんですねやっぱりね、リョータなんかドラキュラがついたりするのかなって外人で思ってたけど、違う違う、あの違う違う、ついてる例が外国人、ああ、ね、なるほどね、うん違う違う、外人について、別に外人に日本人の霊がついたら日本語で喋れるでしょ、面白い兄ちゃんね、うん、ちょっと面白いな、でもこれはちょっと面白い、だってね、あのめっちゃ英語喋る幽霊がついてるんでしょ後ろに、でも通訳でやってもらえばね、あのどういうことや、そうなんだ、じゃあユタのあれか、じゃあユタの弱点というか唯一の ね本当らしいですよ、戦争で亡くなった方とかで、はいはいはい、あーやっぱそっか、なんかそういうとこかもね、だからこのさ、だって外国の幽霊と日本の幽霊ってやっぱ違うさ、そうだ、ん、ね、ねえ、だって外国はどっちかって言えばモンスターっぽい幽霊みたいな、そうだね、ドラキュラとか あとなんかゾンビとかヴァンパイアとか、ヴァンパイアドラキュラか、まあ、あ、そっかそっか、俺ちょっとわからんよ全然なんでよとか、あとリングとかやっとじゃない、リングの貞子とか、あ、貞子とかね、でもなんかそうだから、まあ、言ってみればだからなんかね、うん、日本の幽霊って人型みたいなイメージさ、でもなんか、うん、ね、外国の幽霊でモンスターみたいなのが結構多かったりとか、あ、そうだね、だから悪魔とかもそうさ、悪魔もそうですね、うん、悪魔とかも、あとね、なんかルシファーとか結構いろいろ、そうだね、ルシファーさんとかね、ルシファーさんって呼んでるんだ、ルシファーさんって僕はあの友達なので、友達なんだ、はい、ルシファーさんですよ、お前今すぐエクソシストにやられる怒られるわな、今すぐお前エクソシストに除霊してもらえ る悪魔払いしてこい、エクソシストもあればあのこの言った感じ、エクソシストはね、だからもう日本語で言ったら、うん、悪魔払いって、あーそっか、悪魔を滅すると、まあ、例えばだから十字架とか、まあ、うん、あとなんかこの聖水とか、ね、聖水とか聖書とかね、だからまあ言ってみればキリストの力をなんか受け継いでるっていうか、なるほどね、キリストの力を分け与えてもらって悪魔にその聖書とか読んだりとか、うん、あとこのなんだっけ、あれあれ十字架をなんかやったりとか、うん、聖水かけたりとかして、うん、悪魔を払うわけ、ああそういうことか、うん、それがエクソシスト悪魔払い、じゃあなんかだから多分エクソシストは日本の幽霊には通じないんじゃないかなって、うん、勝手に思ってる、結構ね、あやふやな分もありますよね、うん、ね、そうそうそう、だからね、なんかそこら辺がまあなんかうまく面白い、ね、あやふやになってるのがまたこの幽霊のミステリーっていうかね、うん、
みんながやっぱ好きになる、うん、そうね、なんかちょっと気になるやつなのかな、はい、って思いますね、確かに。でちなみに、うん、ゆうがさんからね、ゆうがさんね、カイリなんでそんなに詳しいのって言うけど俺幽霊めっちゃ好きだった、好きだったっていうか、そういうなんか心霊現象とかめっちゃ興味あって、いろいろ調べたりしてたから。そう、エクソシストとかめっちゃ好きだわけ俺。で俺エクソシストか、子供の頃エクソシストだろうと思ってたから、むしろ、うん、ユタじゃなくてエクソシストなんだね。俺エクソシストだろうと思ってたから、どっちかというと、うん、もうなんかそれぐらい、あのなんていうのかな、このエクソシストとかについて興味があったから、うん、もうネットとかでも調べたし、あとねテレビとかでよくさ、はいはいはい、特集みたいにやるのわからん。結構夏が一番ありますね。そう、夏場とかにね、特にエクソシストのやつとかって、うん、こう悪魔払いをするのをなんか結構いろいろね、なんか特集のこの強い悪魔を払うみたいなのをめっちゃ特集するんだけ ど、ね、俺そういうのめっちゃ好きで、映してから3回ぐらい見たりするわけ。あ、そんなに好きなんでね、うん。ね、ちなみに、あ、頑張れって、もう適当なコメントが来てるけど。たぶん、俺、エクソシストが好きで、もう飽きたのかもしれないね。あの、うん、あ、頑張れってすぐ来た。だからよな。ね、うん、だからもう、もしも悪魔に疲れたっていう方は、どうぞ僕のところまで来てください。なんどうすることもできないだろ、俺。あの、マジか。どうにか、こうにかし払います。どうにか。何かしら俺も見たいけどね。じゃあ今度リョウと悪魔払いしてあげるよ、俺が。はいはい、あ、多分俺いっぱいついてるからやめといた方がいいよ。確かに勝てないかもしれないな。うん、あ、リョウとも一回、うん、このなんか見せてもらった時があったんだけど、はいはいはい、あのこれは本当か分からんけどよ、うん、あのおじさんが見えるって言うから、このおじさんに公園でね、はいはい、遊んでる時にこのおじさんに僕はどうですかって言ったら、君はね頭がちょっとおかしいから幽霊もついてこないよって言われた。俺一回一回あった。そうなんだ。俺昨日あの時あってやつだ、そう思い出した、うん、本当におじさんが変な目丸くしてか、うん、君はね、うん、珍しいよ、あの君のね、あの頭は何考えてるかちょっとわからないから幽霊も困って、あの対処できないからあんまりつかないかもしれないねっていうのを俺は聞いてしまった。そうなんだ。そうそうそう、俺逆にムカついたよね、ほんと。いや、ムカつくよ、それ。相当バカにされてるやし。そう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 、うん、まあまあまあ、でもね、うん、なんだろう、逆に良かったのかな、それは。そうだね、うん、幽霊がつかないっていう点に関してはね、逆に良かったのかもしれない。ヒロミさんがおじさん正しいかも。これは当たってますね。お前が肯定したら全てが終わる。僕の母ちゃんも言うかもしれない。全てが終わっちゃうから、せめて否定して。そっか、否定しないとダメだ。ちょっとなんかかわいそうみたいな。まあ、他にも何かありますか？他にも何か、あ、幽霊の話で？幽霊でもいいですし、なんか、あ、別の話題でもいいし。幽霊でもいいし。いや、でもここまで来たらもうね、幽霊の話続けようもう。幽霊でいこうか。うん。でも、こうやって幽霊の話続けてるところって、やっぱり霊が集まるらしいからね。マジか。うん。FM 技能は結構危ないらしいから。ママさんめっちゃ言うよ。ね、ママさんがね、結構なんかやばいって、うん。クラクション鳴らされたとか。言ってたらしいしね。ね、もうこれ、本当に怖いけどな、俺は。うん。なんて言えばいいんだろう。沖縄だから、はいはいはい、あのもっと怖いんじゃない？いろんな体験してきてるからさ。あ、まあ確かに沖縄は結構他のところに比べて、そういうなんかね、いろいろ曰くつきのことが多いから、うん、多いよ。まあ、確かになんかこのね、ある怖いなっていうのもあるし、結構あるよ。まあ確かにこの寄ってきやすい感じもなんかね、なんかスピリタス。スピリタス。まあ、なんでもいいですよ。神秘的なね、感じのなんか、ね、場所も多いしね。多いからもうしょうがない。歌木とかさ。うん。歌木も、歌のね、修行場とかもありますからね。いろいろあるから、ね、やっぱ。あとは、あれだよ、小学校、宜野湾小学校なんだったんだけど、はいはいはい。宜野湾小学校はリューチェルとか、うん、知念田慎一郎さんとか、はいはいはい、ゴリラさんとかね。いろいろね、FEC の芸人も。そうそうそう。あのね、あの、宜野湾小学校出るわけよ。あー、はいはいはい、はい、そう、あの子供の幽霊が出るらしくて、はあはあ、英語教室が今でもあるんですけど、もう警備員は変わらず行って、この警備員が英語教室はもう夜は行かないでって僕たちにも注意してて、そうなんだ。子供の幽霊はやっぱりあの分からないって、もあの遊びでくっついてるから。あー、そういうことか。もう自分が幽霊自体も分からないって、はいはい、分からない。そうなんだね。やっぱ幽霊ってことも分からないで、もう
あーそう、なんかそういうの考えたらさ、ちょっとなんか悲しい気持ちになるよね。そうですよね、寂しい気持ちというか。ギノワは本当に出やすいんだと思いますね。本当にね、はいはい、まあ確かにね。でも北部も結構なんか北部、だからどっちなんだ、北部と南部って。北部だよねやっぱり。北部かな。あ、でも長野普通に国際通りも出るっていうからね。あ、だから国際通り出るらしいけど、うん、兵隊さんがっていうね、見たことないけどね全然。なんかさあ、だからやっぱね、全然そういうのに縁がないからだとは思うけど、うん、逆に興味が出ちゃうんだよね。あー分かるよ、その幽霊とかに対しての。実は一回見たことある。見たことある。女の子が走ってるの見たことある。これはあの、串川だったんだけど、はいはいはい、僕たちうるま市前はめっちゃ広いところに住んでて、お家、はいはいはい、仮住宅だったんだけど、はあはあ、あのお庭がめっちゃ広かったわけで、お庭のところにから、うん、あのこの俺たちの家まで入るこの廊下通路がね、あの長くて、あー、そうなんだ。この車が入るスペースがね、はいはい、でそこのところか女の子が夜走っていくわけ。誰と思って、うん、どの女の子って思って、うん、そしたら普通に幽霊だったんだ。そうなんだ。そうこっちめったに人来ないから。はい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 。怖いな。でもなんか宜野湾の某プロ野球チームが泊まるホテルも出るらしい。そうなんだ。うん、はい、ゆりかちゃんこんばんは。久しぶりねえ。だからなんか来るらしい。だからなんか俺の住んでる家の近くも結構なんか出るっていう話が多くて、うん、あー出そうだね。帰りたち女村のところはね、女村の前金区ってところに住んでるんだけど、ね、まあね、あの噂に名高い 3S とかも、あー 3S ね。俺の家の近くにあるし、俺ずっと思ってんだけど 3S って何が真実なの。本当だと嘘のがあるとか言う。あー、そうそう、だからみんなが知ってる場所は嘘の場所だわけ。あ、そうなんだ。本当に多分今の俺たちの親の世代の一個上の世代ぐらい、うん、あ、一個上ってあのあれよ、ああ一世代上っていうね、一世代上の世代ぐらいまでしか知らないと思う。ああ、そうなんだ。俺なんか親の世代でも知ってる人も本当に少ないから。あ、じゃあそこは今もあるってこと。一応あるあるある。でもあんま知ってる人は若者では少ないんだ。知ってる人はもう少ないから、みんなだからこのなんか偽物の場所というか、あ、なるほどね、嘘の場所に一応行ってはいる、うん、そうなんだ。わざとそこに行くように誘導してあるわけだから、もう。あー、考えがいいね。そう、本当の場所は本当に危ないから。危ないからね。俺の先輩がもうこのその本当の場所知ってるんだけど、もう絶対誰にも言わないんだけど、うん、その場所を俺はなんとなくしかわからない場所。あー、そうなんだ。それぐらいやっぱ、うん、あれなんだ。 それぐらい危険な場所だから。じゃあわざとこうやって張ったりして。そうそう、なんかだからそう、俺のだから親っていうか上の親の世代の人たちから聞いた話なんだけど、うん、その 3S 行って、はいはい、なんか手足が動かなくなった人もいるらしいし。そうだよね、頭がおかしくなった人もいる、ね、うん、頭おかしくなる人もいるし、うん、なんかもうな、手がしびれてから動かなくなったりするらしいわけ。へ、じゃあもうだって県があのなんか書くぐらいだもんね、看板を。そうそうそう、だから本当にそういうなんかこの立ち入り禁止の場所とか危ない場所は、うん、ね、むやみやったらにはやっぱ行かない方がいいと思います。森川公園とかも書かれてるしね、まあ、うんうん、まあ俺は行きますけどね。めっちゃ怖がってたけどね。やめれやめれ、彼普通に怖がってたもん、ね、言うな言うな、自分で行く、言うな、謝らなくていいと言わない。そうやって俺がねえ、リングも見れないぐらい怖くなって言わない。言ってるよ、や、もう言っちゃったよ、や。俺昔怖すぎてから。そうだね、もう昔はもっと怖がってたからね。まあまあまあ、そんな感じですよ、うん、ね、そうだよ、まあ、いっぱいいろいろ喋りすぎましたけども。はいはい。まあ、あの僕がとっても怖がりってことだけ分かってくれれば十分です。十分です。はい、じゃあね、じゃあそろそろ CM 行きましょうか。行きましょう。あー、ちょっとむせちゃった。行きましょう。それでは一旦 CM でーす。いや、そう、俺もうめっちゃ怖がりな、今日ほんとに。そう、なんだろう、なんか怖いよね、ほんとに。沖縄は怖い映画とか見れないわけだから。あー、わかるぜ。呪いのビデオとかも怖いからね。呪いのビデオとかも絶対見ない。だから俺もなんかこのわざと驚かしにかかってるやつがもうめっちゃ嫌いだわ、うん、わかるぜ。あのわかるぜ。高校一回あのこうツイキャスだから見せるけど、高校一回ね、あのカメラを動かしてで、こういった瞬間いるみたいな。あー、みたいな。で、で、うん、いなかったらちょっとなんだかや、この監督や。いるだろ、こっち普通やってなるよね。いや、それは見せ方だけど、でも、じゃあなんていうのか、だから俺、ササコ 3D ってあってさ、あ、はいはい、あれ、みんななんか、
受けたとか面白かったって言ったんだけど、うん、俺怖すぎてからその日、まあ、友達の家にアイスを奢ってもらったんだけど、うん、全部食べきれなかった。はいはい、はい、お前でーす。はい、CM 開けました。はい、デコボコトラベリングのビッグスモール、ただいま生放送でお送りしております。お送りします。いやもう怖い話しすぎちゃったからちょっと ね、 ね、まあ、気分を変えるという意味でも、はい、気分を変えて僕のコーナー行きましょう。怖い話をあと30分続けたいと思います。はい、はい、なんで言っちゃった今日のリュウトの話それだよ。嘘でしょ、うん、本当よ本当に、うん、ああもう YouTuber の道やめよう今日じゃ。やりましょう。今日しかもちょっと帰りに呼んでもらおうかな。怖っ。じゃあ、はい、いや早速行ってみましょうか。はい、ではコーナー行きましょう。行きましょう。 YouTuber への道。すげえエコーかかってる。はい、僕たちは YouTube で時々動画を配信しています。その企画を考えたり、はい、どうしたら一流の YouTuber になれるか研究していくコーナーです。はい、始まりました。今日も始まりましたよ。はいね、早速大コーナー始まりましたけども、はい、コーナー始まっても怖い話なの。怖い話です。今日はちょっと、はい、今日もう帰っていい？やりますよ。もうどんどんやりますからよろしくお願いします。ちょっと待って、ちょっと待って、準備が後ろのね窓がね、カーテンがちょっと微妙にね、あのラジオ聞いてる方は想像してもらって、あの僕たちの後ろのねカーテンがちょっとね本当に子供の顔が出るかなぐらいのねちょっとした開いててね、このカーテンさ、俺たちが始まった FEC 運動ってこのラジオが始まった3ヶ月ぐらいは開いてたんですよ、ずっと、ね、ああはいはい開いてましたね。でも赤ちゃんが映ってしまったっていうことを言うなのね。今全開に閉めております。そうなんでございます。幽霊の赤ちゃんが立ってたということで、はい、幽霊が映ったということでね。今僕思い出して、うん、しとっても好きな開いてるさ、怖いよや。めっちゃ焦ってるこいつ。はい、ということで、はい、うわ、待って、おっと、怖いって。ねえ。と、はい、いうことで、今日もやっていきたいと思います。やっていきましょう。ね、こんなビビりながら、怖い話を、はい。はい、やりますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということでですね、僕たちは KY チャンネルっていう YouTube のチャンネルをやってまして、はい、やってますし、あとサブチャンネルっていうのもやってますね、KY サブチャンネルね。はいはいはい、やってますね。で、サブチャンネルが毎日投稿でして、はいはいはい、で、KY チャンネルのメインのチャンネルが金曜日の投稿になっております。はい、そうなんですよね。そして僕たちですね、やっぱりいろんなのを考えないといけないって企画をね。まあまあ企画をね。で、今日も考えてきました。はいはいはい。さあ発表しましょう。いきましょう。最初はですね、これもうフィッシャーズがちょっとやってしまったんだけど、あーはいはい、前から案があって、うん、まあフィッシャーズもあるんですけど、タクシーの運転手に怖い話は絶対ある説。っていうのをね、ああはいはいはい、はい、まあまあまあ、あの両党も前からちょっとこれをやりたくて、うん、確かに気になるよね。そうそう、なんか結構さ、だからね、タクシーの運転手って怖い話持ってるっていう噂がね、うん、意外と流れてるというか、意外と流れてます、うん、なんかみんなそんなイメージやっぱね、どっかからあるんじゃないかな。でね、あの、うん、やっぱりフィッシャーズっていうあの YouTube のね人たちもやってたんですけど、そこは、はいはい、あの東京じゃないですか。沖縄はね、もっとやばいですから。沖縄もっとやばそうだね、確かに。ねえ、だから今日ちょっと沖縄ではないんですけども、うん、まあ、こういうタクシーの怖い話あるよっていうのを何個か持ってきたので、はいはい、それをちょっとね、一緒にあの話していけたらなって思ってます。りょうと。なんね、スプリームさん、カーテンの隙間から誰か覗いてるって。待って、ほんとに、はぁ、もうほんとに。みなとさん。みなとさんですね、絶対。みなとさん覗いてるの。みなとさん。そうなんだ。クーター進化のみなとさんが覗いてるんだ。今覗いてます。見学しに来てます。まあ、そこから覗くってどういうことだ。まあ、怖い話も今日はちょっと持ってきてるので話していきたいなと思って、はいはい、じゃあね、怖いのが苦手な方は耳を塞いでもらって。そうでもあれですよ、僕たちのね、うん、口の動きだけ見ておいてください。はい、わからないと思いますので口の動きで楽しんでください。よろしく。あ、じゃあ、はい、僕はもう読みましょうね。はいはい、じゃあお願いします。私は
昔タクシーの運転手をやっていました。怖っ。私は35歳なのですが、うん、怖い怖い怖い、去年に運転手を引退し、うん、怖い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 、あ、言い過ぎだ、怖い、言い過ぎだ、お前わからんくらいだよ、もう本当に今のツッコミの正解は、うん、いや、まだ怖いところないだろう。あー、そっか、じゃあもう一回言ってもらって、それをもう一回やらないでいいよ、いいよ、やらんでいいよ、うん、オッケー、進めて進めて。私は昔タクシーの運転手をやっていました、はいはいはい、私は35歳なのですが、去年に運転手を退職し、今は無職です。お、26歳の頃にタクシー運転手になりました、はいはい、しかしちょうど辞めた1年前の恐ろしいことが起きました。へ、それは2008年の何月何日、これは言わない、これ、はいはいはい、午前11時24分頃に起きました、はいはい、私の仕事はもう終わり、帰ろうというところでした。はあ、はあ、しかし前のお客さんが結構山奥に住んでいて、そこまで送って帰るところでした。もう山奥にね、うん、山奥送って帰る途中ってことね。しかし山を下っていると、手を挙げるおじさんがいました。はいはいはい、私はここで乗せたらお金が少し多くもらえると思い乗せました。はいはい、乗せたんだね。行き先を聞くと、おじさんはこれ何ね、香原さんかな、香原さんの家、菅原さんの家だ。そうですね、うん、菅原さんの家と言いました。当たり前に私も全然わからなくて、私はこう聞きました。おじいちゃん、菅原さんの家ってどこらへんと聞くと、はいはい、おじいちゃんはもっと上と答えました。はは、そう、もっと上とは山の上に、またおぼらなくちっちゃい、ちっちゃけないのです。大丈夫大丈夫、俺が読もうか。あ、大丈夫、もう一回やるね。待ってよ。もっと上とは山の上にまた登らなくちゃいけないのです。あ、また登らなきゃいけないわけね。さすがに私は断ろうとしたのですが、はいはい、こんな年老いたおじいちゃんをこんな真夜中に一人で置いておくのもどうかと思って仕方なく乗せました、はいはいはい、15分くらい上がったらおじいちゃんが止まってと言いました、はいはい、そしておじいちゃんはここだよ、ここ、何これ、何だ、菅原さんの家と、お金を2500円渡しておりました、はいはい、しかし私はなぜかおじいちゃんがかわいそうに見えてきて、はい、家まで送ってあげようと思ってしまいました、はあはあ、けれどいつまで経ってもおじいちゃんは戻ってきませんでした。そうなんだ。ああ、なるほどね。よくよく考えたら目の前には家一つもない木ばっかりでした、はいはいはい、それから1時間経っても来ないで、私が見に行くことにしました、はいはいはい、林の中へ勇気を出して入っていくと、家、いや、廃墟がありました、はいはい、そこに玄関から私は中へ入っていきました、はいはい、そのわ、あ、もうね、あの、多分これはあのもう本当に昔の家なんだ、うん、で、和室に誰かが座っていました、はいはい、誰かが座ってた、本当に驚きました。その時は、うんうん、そして見てみると、それを見てみると、うん、はいはいはい、骨だったんです。急いで警察に連絡しました、はいはいはい、そして何日か経って警察から連絡が来ました、うん、17日はどうも連絡、あ、17日、あ、もう言っちゃった、17日に連絡してくれて助かりました、うん、そこで骨の話なんですが、うん、どなたか判明しました、はいはいはい、老人で男性で、死体は1ヶ月前だと考えられます。その後あの家の表札を調べてみたら菅原さんだったということが分かりました。あ、そうなんだ、これは本当の話です、うん、っていうことですね。もうだから、ごめんごめん、うん、今ツイキャスのコメントにもあるんだけど、はいはいはい、あのリョートが喋れなさすぎて怖くない？なんで？リョート怖かったよ。違う、お前一人で楽しんでるだけだから。そうね。あ、これラジオか。うん、聞いてる側は、あの、10秒聞いたら、一回噛んで止まって、10秒聞いたら一回噛んで止まって、途中で俺に漢字聞いて、で、また10秒経ったら、漢字の流れだから。もう本当に、もう一回やろうか？やらんでいいよ、もう。もう内容分かっちゃったし。っていうことですね。要はですよ、タクシー運転手も分からないまま入れてしまうってことですね。幽霊も。まあまあまあね、いろいろ話ありますからね、僕の。もう、カメカメだわ。僕の知ってる話では、まあ、簡単にまとめると、まあ、女の人乗せて、で、この、違う、俺の知ってる話ね。あ、女の人乗せて、なんか、家まで送ってくれて、家まで送ったら、うん、このなんか、あれ、ちょっと家でお金置いてあるんで、ちょっと取りに行ってきますっつって、取りに行ったら、
帰ってこなくてピンポンって押したらその人の葬式やってたみたいな。そんなのあるんだ。でその人が座ってた座席のところはもうびしょ濡れだったみたいな。へー。でその人の死因が水死だわけよ。なるほどね、うん、っていうのとかが。待って、怖い怖い怖い。リョート君の後ろの椅子に透明人間座ってるって。港さん。港さんじゃないよ。違うよ、港さんこっち来てないよ。うちさん来てないですか、うん。まあまあまあね、そういう感じの話ありますけども、じゃあまあこんな感じで時間を結構使っちゃったので、はい、YouTuber への道はこんな感じで終わりにしましょうか、うん、終わりましょう。はい、というわけで以上 YouTuber への道でした。ありがとうございました。じゃあ続いて曲いってみましょうか。いきましょう。さあ今日の曲お願いします、りょうとさん。エレファント化しまして今宵の月のようにです。どうぞ。どうぞ。話ね、俺いろいろ知ってるよ。だから結構怖い話も俺も。だからあれだよ、うん、本当にあの、うん、みんなもあれ今から体験するんじゃないかな。いや俺体験したことはないけどそんなに、うん、あの俺あのなんていうの、人から怖い話されて怖がらされるのは嫌いなんだけど、自分が怖い話して人を怖がらせるのはめっちゃ好きだ。うん。君最低な人間だよ。本当に、本当にこれマジな話。一応気持ちいいわね。怖い話めっちゃいっぱいいろいろ覚えた一時期。ああ、マジか。で学校で怖い話して他の人がじゃあ俺もやし、ああいうじゃあ俺も帰るからっつって。最悪だこいつ、お前めっちゃ最悪だ。りょうとさ、次ちょっとお願いしてですね、僕の友達に見えるやつがいるんですけど。ああ、呼ばないで。チューブノーリンの呼ばないで。いやもう呼ばないで。呼ぼうかな。危ない。やめれやめれ。そいつ怖い話するだろ絶対。ああもう絶対。ダメ。いるとか言うはず。じゃあいい、俺出ないからそれ。任せとけ。任せれない。任せれない俺。FEC チュンドなくない。やめれ。俺リョットだけ任せらんない。ということですね。怖い話とか皆さんあったりしますかね。じゃあ俺がここで一つやろうかな。おう。ちょ、あるマンションでの、これ話していいよ、話なんだけど、うん、このマンションに男の人がまあ一人じゃなくて、まあ、家族だったかな、一人か一人で住んでて、その人会社員なんだけど、なんかこのまあなんかちょっと怪我しちゃったみたいで。なるほどね。なるほどね。怖い話する雰囲気を作り出して、ね、まあなんかこのなんて言えばその。ね、なんかちょっと足で怪我してしまったらしくて、なるほど、ね、会社に行けなくなってお昼とかもお家で休んでたらしいわけよ、うん、で、まあ、お昼過ぎぐらいかな平日の休んでたら、うん、まあ、もう上の階からなんかもうバタ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 って足音、子供が騒いでるみたいな声が聞こえるらしいわけ、うん、で、ああなんか上の方元気だなみたいな感じで聞いてたんだけど、うんうん、それで、ね、なんかもうお昼だからピザ取ってたわけよ、はいはいはい、で、あ、ピンポンって、あ、ピザが来たやと、うん、で、ピザ取りに行って、うん、取りに行ったらもう店員が間違えて大きいサイズの持ってきちゃって、あ、なるほどね、まあ、本当は M とか S ぐらいのサイズだったんだけど L サイズが来てて、うん、で、あ、これ一人じゃ食べきれないなと思ったらしくて、うん、で、あ、よく考えたら上に子供いっぱいいるじゃん、ね、子供いっぱい騒いでたっていうから、あ、じゃあ子供たちにあげればいいやと思って、うん、上の階の人にまあ、お裾分けっていう感じで、まあ、エレベーター乗って上の階行って1個上に入って、うん、自分の上の階、あ、ここかってピンポーンって押したらしい、うん、でピンポーンって押したら返事がなくて、さっきまで子供遊んでたんだ、そうだよね、なんで返事ないのかなって言ったら、うん、ちょっと時間が経って、うん、もう行こうかなと思った時にガチャッて開いたらしくて、はいはい、そしたら女の女性がこうひょこって顔を出して、どうされたんですかって言って、で、あ、すいません、ちょっとピザがちょっと余っちゃったので、うん、もしよかったらお子さんと一緒にどうですかって言ったらしく、そしたら女の人が、あ、ありがとうございますって言って、こっちに置いといて大丈夫ですって言われて、でなんかおかしいなと思いながら、まあ、家の玄関の入り口を置いて、あ、じゃあすいませんもう行きますねって言って、うん、もう戻エレベーターに向かってね戻っていったらしいんだけど、その男の人、うん、で戻っていったらなんかおかしいなと思って後ろ振り返ったら、その女の人がこうやって顔を出してる下に子供が3人パッパッパッって顔を出してる、顔出して、でなんか、あ、やっぱ子供いるじゃんと思ったらしくて、で、うん、そのまま戻りながら、うん、もう一回
なんかちょっとおかしいなと思って振り返ったら、うん、こうやって顔出てるのは顔だけでこう お母さん子供子供子供で、顔だけが並んでるらしいわけで、その人びっくりしても走ってもう近くのコンビニまで行って警察に電話したわけ、急いで、うん、あそこの家おかしいですそうだね、市警察が中に入って家宅捜索したら、うん、なんとその家から家族のバラバラ死体が、お母さんと子供3人のバラバラ死体が見つかって、で、だけど顔だけだよ、首から上だけ、顔がないんだ、逆に警察は捜査して、うん、じゃ犯人が捕まったわけ、なるほどね、お父さんだった、いやそのお父さんがお母さんと子供の顔を首をこうやって持ってて、3人とも10秒前です、そういうことなんですね。皆様、今日は幽霊についてをお答えしております。はい、やりましたー、はい、CM 明けました、デコボコトラベリングのビッグスモール、ただいま生放送でお送りしております。はい、ですね、まあこのラジオを聞いてる方はもうオチだけになっちゃうんですけど、まあオチだけね、あの、ね、その、うん、怖い話のオチだけちょっと聞いてください、はいはい、あのチケットね、ちょっとやってからね、あのそのまあ事件があって、うん、その捜索したらお父さんがその、うん、家族の首を全部持ってたらしくて、でその首持ってる犯人が、うん、あの隠れていた場所が、うん、その男の人の家の押し入れの中だったっていう、ピザのね、はい、うわ怖えなまた。はい、ラジオ聞いてる方は何言ってんのこいつと思ってるかもしれないですけど、まあ、そういう怖い話がありましたということ。あと1個ゆりかちゃんのやつ、はい、ゆりかちゃんのやつ、そう、はい、読もうかな、ツイキャスでお願いします。沖縄に住んでいた時、寝ていたとことおばさんと、あ、いとこか、寝ていたいとことおばさんと自分の3人で夜中車乗ってて、いとこ寝てたんですけど、街灯の近くで初めに言葉が、女の人がいると突然起きました。私とおばさんには見えていませんでした。いとこは霊から何かを受信していたのかも。その後いとこはこのことを覚えていませんでしたということで、そうなんだ。じゃあこの女の人がいるっていうことを言ったこと自体を覚えてなかったんだね。じゃあもう言葉は見えるっていうからさ、わからんね、まあ、なんかね、何かを感じ取ってただ感覚で言っただけかもしれないし ね、うん、そうね。いや俺の友達も一人、友達っていうか後輩なんだけど、うん、中学校の時の後輩も一緒に部活帰りに帰ってたら、はいはいはい、急に指さしてから電柱の方、うん、あの女の人可愛いねっていうわけで、まあ結構遠くのところに一応女の人行ったから俺、うん、いやいやいや、あんな遠くの見えないでしょって言って、うん、なんかボケと思って突っ込んだけど、うん、そしたらいやいやいや、今目の前にいる人よ、誰もいないよみたいな、めっちゃ怖かったその時。こういうのもあるんだね、やっぱり。そうだから怖いな、ちょっとな、まあいろいろねあると思いますけど、皆さん怖いですね。怖いですよ本当に、なんかもうなんかやっぱやらんければよかったなって思ったな。ちょっともうなんか動機が激しくなってる俺。ちょっとあれですね、動機ですか。あ、ごめんごめん、リョット、動機っていう言葉自体知らなかったんだね、うん、分からないです。あの心臓がバクバクしたりとかすることを動機っていう。あ、なるほどね、もうよく分からんかったよ、うん、本当に。はい、まあ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 、というわけでね、はい、まあ、いろいろやってきましたけど、はいはい、ですね、はい、そろそろメインのコーナーに、メインのコーナー行きましょうか、戻りましょうか。はいはい、じゃあ続いてのコーナーです、帰りの恋愛相談教室。はい、このコーナーは恋愛経験豊富なカイリがさまざまな恋愛相談を解決していくコーナーでーす。分かったか、つけたわ。そうなんですよ、今ちょっとね、リョウとかちょっと怖い話をするっていうことで、電気を消してムードを演出していたんですけども、はーい、恋愛教室今日もやってまいりましたよ。はい、今日がですね、恋愛相談をはいはいはい、やるんではなく、なくちょっと違うことしたいなと思って。おー、何ですか何ですか。ね、この
世にっていうかネットの世界には、このネットの世界にはいろいろな、まあこのサイトがあるわけですよ。あ、結構だいぶ違うんだね。恋愛系のサイトとかが、あ、なるほどね、たくさんあるわけです。はいはいはい。で、なんていうかこのね、いろいろある中で、まあ、本当にそういうサイトに投稿して、うん、この恋愛相談が解決されているのか、あー、なるほどね、っていうのをちょっと気になりまして、ヤフー知恵袋とかでも回答あるようにね、いろいろ質問してるじゃないですか、はいはいはい、今ネット社会だから、ネット社会だからね。だけど俺は思うんだけど、うん、まあ、そんなとこに投稿するよりも、うん、俺に相談した方がいいんじゃないかと恋愛相談ね、うん、だからあの今日はちょっとその、うん、恋愛相談をちょっとこのネットのね、なんで、この、うん、なんかこの投稿を見て、でそのね、この答えが的を得ているのかちゃんと解決方向にいってるのかっていうのをちょっとやっていきたいと思います。はいはい、やっていきましょう。でちょっと俺がね見つけた、まあ、結構人気そうな某サイトなんですけど、そこのね人気順に上からどんどん行っていきたいと思います。はい、お願いします。はい、じゃあまず一つ目、一つ目ですね、一つ目いきましょう。これはこれ読んじゃって大丈夫かな。あ、大丈夫、ま、大丈夫、まあ、まあ何でもいいか、全然大丈夫ですよ、本当に。まずタイトル、はい、不倫の最後。あ、やめろー最近結構シビアな問題ですよ本当に。確かにな、マジか、うん、まあまあ不倫の最後にっていう、うん、ではここのこのね投稿のまず最初に注意、はい、注意書きがあります。注意書き、はい、不倫の内容が入っていますので、はい、不快な方は閲覧をご遠慮くださいということ。やめろー。はい、じゃあ行きましょう、やりましょう。私は先日7年間不倫していた女性と別れました。相手は独身でしたので結果的にはこれで良かったのだと考えています、はいはい、しかし甘えているのは承知していますが、うん、寂しい気持ちが日に日に増えていきます、うんうん、お互い好きでありながら別れることを選択した方がいたら、うん、この後の気持ちの整理の仕方や経験談を教えていただければと思います。なるほどね。別れて良かったと思える時が来ますか、ということで。なるほど、ちょっとあのだいぶシビアな問題ですよこれはやばい。まあまあだからね、なんかネットだからこそ ね、 ね、顔が出ないからこそ質問できるっていうのもあるかもしれないけど ね、 でここでまず、まあ、匿名1さんの回答です。あ、回答来てるんですね。はい、まずお互い嫌いになってから別れればよかったのに、好きなのに別れるから苦しいんでしょ、新しい不倫相手見つけたらっていう。って本当にやめろお前、ラジオだぞ一応。これはひどい、これはひどい、住所特定するぞやめろやめろっていうまずね1個目の回答ということで、いやいや、なかなか厳しいな、一発目から、ね、ネットだからこそ厳しいなこと ね、 なんか、うん、言えるんだと思うけどやばいなそれに対して質問者さんから、はい、あのお礼の言葉が返ってきます。俺の言葉も返ってきてるんですね。アドバイスありがとうございます、はいはい、7年間で嫌いになれればよかったんですけどね、てんてんてん、いつまでも嫌いになれなさそうで最後は喧嘩の勢いでしたが離れるタイミングだと思い別れました。今のところ新しい相手は考えてないですという大人の対応を。おなんでこんな不倫を7年間も続けたやつがこんな大人な対応してんだっていう話だけど、ちょっと普通に帰りの恋愛相談の方がいいなっていう思うよ本当に。だよね、これはちょっとね、帰りだったらどう思うの。俺だったらね、不倫してること自体おかしいだろクソ野郎って。クソ野郎やばくていいよ、うん、クソ野郎は言ったらこれと同じだよお前ダメダメダメ。いやもうだからそれはもうね、結局気持ちの整理とかは時間が解決してくれることだから、ねうん、新しい趣味とかもっと他に打ち込めること見つければいいんじゃないって俺は答えるね。エロ本とかね、エロ本はいろんな、うん、まあまあエロ本が代わりになるんだったらそれはそれでいいよ。 そうだ、ね、その方が誰にも迷惑かけてないもん。ちょっと最近迷惑かけてはエロ本で違う違うエロ本見ることに関しては迷惑かけてない。あ、そうや、うん、お前のエロ本の使い方じゃないか。そうだよ多分、うん、そうだよ、うん、気にしないで次。ちなみに匿名さんさんからもあのコメント来てました。 あまた来てるんだ、はいはい、そんなに好きなら奥様に慰謝料払って慰謝料払って離婚してから彼女とやり直せばいいのではこれはあのこれ冷蔵なんこれ。ただあの結構ね、ただ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 ぐさぐささしてるだけっていう。
してる、ね、あの公開処刑みたいな感じじゃないですかもう、うん、そうだね言ってみれば公開処刑だもんねこれ、うん、これ言っちゃったら、うん、そうだよ、まあ、あんまり大丈夫だ言えないけど、うん、それと同じじゃないから今のところあれだよあのネットに書き込んだら公開処刑されるっていう風になってるよ怖いな他になんかあるじゃあ次の質問あの第2位のやつにこの急上昇ランキングで、はい、2位のやついきましょう2位のやついきましょうタイトルが、はい、不倫で悩んでいます全部不倫かやもうやめろ本当に俺今日不倫のニュース見たぞ火曜サスペンスの船越やめれうわあの奥さんが YouTube に上げてたの見たぞお前やばいな、まあ、これもあいやちょっと読んでみようねじゃあ行きましょう。不倫で悩んでいて投稿しました。連絡は1日に数回取っていますが、はい、2週間会っていません。もう2週間くらいは仕事の都合で会えません。会いたくて死にそうです。はい。でもこのまま会うのを我慢すれば終わらせることができるのかという思いもあります。ですがこのまま時間を過ごして何年も続けていきたい気持ちもあります。なるほどね。慰謝料を払う覚悟、バレたら別れなければならない覚悟はあります。結婚願望や子供を持ちたい気持ちはありません。辞めるべきなのは分かっていますが、彼に何かあったとき、彼に何、うん？あ、女の人かじゃあこれ。あったときに少しでも話や愚痴を聞いて、できるだけでもいいから役に立ちたい、そしてそばにいたい気持ちを貫いたら罰が当たりますか、それともそれでもいいとしたら思い続けてもいいですかということで、はい、あ、まあ女性の方からのこれはなんていうんですかね、このなんか本当に中田猫さんが言う通りあの昼顔だわ確かに、パッパッパラッパー、ちなみにあのまたねこの回答のうち一つ目、もうやこれ読んでいいのかな、やめ全然いいよ。クズ男の性処理にされるために産み育てられたんじゃないだろうに、ご両親お気の毒っていう。帰りこれ読まん方がよかったな帰り、あのこれはデコボコでやるラジオじゃないな、今日は。よくないなこれ、不倫からお前大人の対応からもう何でも意味わからんもうこれすごいね。続いて2個目の回答、はいはい、悩みになるならやめて、悩みの部分を少なくした方がいいよ、自分のためにやめよう、バレたら当てつけされる可能性だってあるし、全然違うことさえも悪く言われるだろうし、得がないよって、まあまあ、あ、これはいい意見ですね。こういう回答が大事だわけよね。うん、そうやってさ、あの個人を傷つけるようなさ回答よりもさ、だってこの人たちって結局どこにも相談できなくてね、見つけられなくてこういうところに相談してるから、ねえ、そんなね、まあ強く言ってほしいって思ってやってる人もいるかもしれないけど、大多数は多分話を聞いてほしいとか、ねね、話すもう吐き出せる場所がないから吐き出してるっていうのもあると思うからね、うん、そうだよ、しょうがないですよ、もうちょいなんかこういうの ね、うまく対応できないのかなって思いますけどもちょっとあの今日はシビアですね、はい、本当に振りは一応ダメよ、やっちゃ、ね、よくないからね。じゃあ急上昇も3位まで、じゃあ、はい、3位こっちまでいきましょうか。タイトル、11歳したから本当に？おお、面白そう、これは面白そうですね。というわけでじゃあ読んでいきます。マッチングアプリで21歳の男性からいいねが来てました、うん、見た目は私的に好みの範囲に入ります、ね、ただ32歳の女にと驚きです。今の時代11歳差はなくない範囲かもしれませんが、21歳の男性をわざわざそんなに上の女を21歳の男性わざわざそんなに上の女を選ぶとは思えないんですよね。なんというかもったいないというか、からかっていいねを押してみただけでしょうか。で、追加でちょっと説明不足だったかもしれません。10歳以上年上を恋愛対象として見る男はいるのかということですね。で、私は断然年上派で、今回のいいねは本気にしてません。もしいたとして若いのに体がもったいなくないのかなって疑問に思ったっていうのがありますね。はい、まあまあ、でもそれくらい全然あるんじゃないかなって思うけどね。いいねか、いいね、胸キュンするよね、うん、いいね来たらね、また多少いいねと思ったから、うん、それはいいねを押してるわけだし、興味を持ったから押してるからね、うん、そうだよ、うん、で、まあ回答1個目が、私は付き合ったことありますよ、かなりラブラブだったし、話があって幸せだったし、うん、ね、若々しくなりました、はいはい、今はそういう時代ということで、まあ確かにね、だから時代の流れ的に言ってもやっぱりおかしなことではないからね。そうだよ、こういうなんかこの年下男性が、あ、年上女性を好きになるって、まあ言ってみれば俺のね、あの親も
9歳差ぐらい。あ、そうなの。9歳8歳差ぐらいでお母さんが上だから。お母さんが上なんだ。そうそうそう、だから父ちゃん下なんだね。そうだから別におかしくないとは俺思うけどね。あの両党も年上がいいなって思ってきてる最近は。確かに両党50歳ぐらい上がいいかもしれない。ええ、介護の問題だよ、お前。お前、デコボコ続けられなくなるよ、10年頃の介護の問題だよ。お前、俺、デイサービスのお金確かに。うちの母ちゃんでも今からか分からんのに、お前、10年、20年とか。そうかもしれない。母ちゃんと同じ年だよ、や、50年、お前。マジか、申し訳ない、お前。それは申し訳ない、俺がもう。ね。はい、というわけでもうね、はい、まあ今日はこんな感じでやっていきましたけど、久しぶり、たまにね、こういう感じのも挟んでいけたら面白いですよ、ね、こういうなんかね、うん、まあなんか1ヶ月に1回くらいでもできたらいいかなと思います。はい、はい、というわけで以上、かいりの恋愛相談教室でした。ありがとうございました。それではエンディング。はい、はい、ありがとうございましたね。はい、ということでちょっとだけ告知いいですか。告知いきましょう。明日ですね、あの中部農林高校と、はいはい、あの前原高校でですね、あのチョップスティックスのディークと僕と南農マイケル3人でですね、はいはい、ちょっと告知があります。あ、告知の動画を撮りに行きます、はいはいはい、なのでぜひね、会いたいっていう方は来てください。門の前にね、4時にいるので、はいはいはい、前原4時半に行きますのでよろしくお願いします。はい、協力できる方はどうぞお願いします。お願いします。はい、まあそんな感じで、はい、やってきましたけど、あとですね、第3土曜日に、はい、ね、毎月やってるお笑い劇場ございます。今回はね、ジブリをテーマにしたとってもね、壮大なワクワクをお届けするというライブになってますので、皆さんぜひ来てください。チケット欲しい方はカイリカリョットのダイレクトメッセージまでお願いします。お願いします。はい、じゃああと30秒ぐらいなので、はい、一応皆さん今日もやってくれてありがとうございましたっていうことですね。はい、ありがとうございました。今日はもうささかに何もやらないですよ。はい、うん、あ、違う違う違う、それはあのスイキャス終わる時でいく。あ、そう、うん、待って、恥ずかしい。というわけで以上、来週もまたお聞きください。はい、お相手はデコボコトラベリングのカイリとリョートでお送りしました。ありがとうございました。バイバイ。よし、というわけでラジオはね、はい、終わりました。あとはツイキャスでござんすな。あ、ござんすよ、ツイキャスでござんすね。ていうことでですね、ちょっと用途1個いいですか。ダメです。1個だけいいですか。3個じゃ、3個いい。3個、うん、じゃあ1個はあのですね、用途とかもそうなんですけど、はいはいはい、あの夏休みのですね、8月ぐらいにかな、はあはあ、ちょっとこれ企画してるんですけど、視聴者さんに向けてですね、ちょっとプレゼントを抽選でやりたいなって、はい、すごいすごい。何のプレゼント。あの、何でも。で、今日はですね、はい、あの例えばなんですけど、例えばリョートのプレゼントだったら、カイリが思いを込めて作ったプレゼントと、リョートが思いを込めて作ったプレゼントを抽選くじで、はいはい、このね、あの当たった人に届けようかなっていうのを夏休みまでにリョートは計画してるので。あー、いい、楽しそう。今日1個持ってきました。え、なになに。あのリョートの一人で撮ったあの自撮りのプリクラ。リョート左あ、これか。あのリョートが一人で撮った自撮りのプリクラをちょっと差し上げようかなと思ってます。あのこれあの欲しい方抽選くじで、今日はですね、あの欲しいって言ってくれた方にあげます。今、あ、早っ、中田猫さん、はい、早っ、欲しいって言った方、あげます。あの、今、あの、抽選しましょう。かあこちゃんも、かあこちゃんも、あの、これ、ゆりかちゃんも。あ、待ってよ、これどうしよう、どういう感じでやればいいかな。あ、じゃあローズさんも、ローズさんも、あ、どうしようかな。あ、じゃあ、俺、あみだくじやるわ。あみだくじやるんだ。あみだくじやるわ。ちょっと、あと、もう1分ぐらいだけど。マジか、うん、やべ、どうしようじゃあ帰り1番2番とか決めといて、こう欲しいって言った方に、うん、一応でもまあ一応続きはするけどね。あ、つできるの、うん、あ、そうなの、できるけど。じゃあちょっとだけ延長してやりましょう。俺の課題があるからもう急いでね。じゃあ、はい、あ、じゃあ、あの俺のやつはあれにする。俺が課題で作ったレポートあげるよ。ああ、いいですね。それやりましょう。うん、俺があの課題で今作ってるレポート、うん、
あと1人分作ってあげるよ。カイリー、まだ課題終わってないの？そう、まだ終わってないわけよ。先生が渡すはずの資料がこのまた昨日急に渡されて、これも盛り込んでって言われてで、また明日まで提出なんだけど、あれ、それを盛り込むことによってレポートが10枚ぐらい増えることになるわけよ、今から。だからまだ終わってない。それ終わって先生に提出用のレポートとみんなにあげる用のレポートを俺作るよ。じゃあ、はい、わかりました。ちょっとじゃあ亮太網戸くじします。じゃあ亮太俺が線引く、うん、俺がねうまくばらけるように。はい、じゃあ亮太網戸くじしたいと思います。これで抽選で両党のあの死にいらないあの一応いるかどうかわからないですけど、両党のあの1年前のプリクラを差し上げたいと思います。一人でやったですね。はい、じゃああの網戸くじ用意できましたでしょうか。はい、もうはい、はい、オッケー。一本引いとこ。じゃあ帰りこっちに1番2番とか適当に書いて、で俺番号でやるよ。オッケーオッケー。さあ、皆さんの書いたので、アミラクジで決めたいと思います。はい、じゃあ、はい、ちょっと数字の方お願いします。ね、何番まである?5番、1から5までありますね。で、両党は、こんな感じでね。見ないで画面。こんな感じで作りましたので。はい、3番お願いします。はい、3番選択されました。じゃあ、こっちに見せながらの方がいい。あ、もう、どっちでもよくないか。じゃあ行きます。3番から。はい、3番なんだ。え、な、え、なになになに、3番、3番で行こう。3番、3番でいいよ。待って、コンコンってなったんだけど。怖い怖い、待って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 、怖い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 、ちょっと待ってちょっと待って、コンコンってなったんだけど。違う違う違う赤いやつだろ。もうじゃあ、よくない、ほんとに。この幽霊も、じゃあ、入れてから、まさし、俺も聞こえた、マジで今。コンコンってなりましたね、今。虫だと思います。虫、違う。あ、そっか、虫ですね。帰れ。虫の音じゃなかった。いや、帰れ、言うな、もう帰ってからでいいでしょ。虫、もう、ほんとに、空いてるし、こっちだけ。こっちだけ。あ、よくない、ほんとに、マジで、こういうの。さあ、もう大丈夫です、大丈夫です。行きましょう。なんか違う。なんか、だってさ、外からのなんか、わかる？虫とかがあったとポンポンみたいな音さ、ちょっと軽い音。じゃあ結構、コンコン。中の木の方を、なんか、叩いてるみたいな。そうだね。音が、今聞こえたわけ。みたいな感じ。そう、みたいな。終わった、マジで。はい。あ、終わったの、網戸くじやらん。え、なんで？両党のプリクラッツ。あ、この両党のプリクラは2016年の4月2日に撮りましたので結構経ってるな。あ、終わってる、マジで。もういやー、さあ、この両党のプリクラを差し上げたいと思います。あ、ひろきさんかもしれない。あー、ひろきさんか、じゃあいいや、ひろきさん両党のプリクラを、こういるかな。僕は3番からいきますよ。はい、3番いきましょう。あみだくじ、あみだくじ聞いて楽しい、あみだくじ、あみだくじ。ただ、決まりました。はい、今回の当選者はドゥルルルルルルルってローズさんです。ローズさんですね。はい、わかりました。大逆転しました、ローズさんで。はい、おめでとうございます。あと、すいません、今日はいきなりだったんですけど、まだやっていきたいと思います、本当に。これよりもっとちゃんとしたのやって、今日焦ってしまって、すいません、書いてない方もごめんなさい、まだやりますんで、全然また投票していきましょう。はい。はい、っていうことで。俺、次から FM ギノワン来れないかも。なんで、なんで。もう、あ、今のは完全に虫です。あ、虫だよ、お前、大丈夫よ。今の音じゃなかったもん。いや、同じ、同じ。え、全然違う音だったから。同じ。もう嫌だ。もうツイキャス終わります。何か映る前に終わります。次の時は、両党の身分証明書を差し上げますんで、挑戦していけ。来週もやろっか。
じゃあ来週も続けていきます。じゃあ来週も両党の、来週まで両党の抽選くじをもっと、企画でやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。まあ、次 FM 議論案に来ることがあったらの話です、ね。はい、あったらの話です。あるわ。以上、はい、ボコボコトラベリングのビッグスモールでした。シャッターチャンス。みんな、あ、そうだ。シャッターチャンス忘れてたよ。バケのポーズで。あ、じゃあシャッターチャンス、30秒だけ今日はやりたいと思います。よーい、スタート。1、2、3、4、5、あ、今シャッターチャンス、6、7、8、9、10、11、あ、もうい いかな、もういっちゃえ。あ、オッケー、ありがとうございましたはい、はい、というわけでね、みんな幽霊に取りつかれないように、じゃあな、バイバーイローズさんにあげないといけないローズさんに、ちゃんとあげないといけない。あー、もう終わった、マジで。ローズさん、いつ来る。